おはようございます。前回は刑務作業の時にブラックストーンをゲットできましたね。今回は最初にコメント返信のコーナーをさせていただきます。まず最初のコメントがこちら。霊夢のために業務を急いで終わらすとか、祭り副館主張めっちゃ優しいやん。次回は石鶴橋ができるといいですね。次の動画が出るまで楽しみにしてます。頑張りすぎず体調には気をつけてくださいね。夏さんからのコメントです。いやー、祭り副館主張はこういう優しさが滲み出ちゃうんですよね。動画お待たせしました。続いてアゲハントさんからで、この1期と2期の刑務所配布してくれませんか？やってみたいのでどうしてもとは言いませんが、あら、ついにマップ配布のお話。まだ配布予定じゃないけどいつかやるのよね。はい。まだ配布媒体が決まってないのと細かいルールを決めようと思っているので、決まったら動画にしますね。ってなんか今何か起きました？私も何が起きたかわからないけど。って霊夢ちゃんおはよう。祭り副館主張おはようございます。今日は、最初の時間が自由時間じゃなくて、了解よ。ついに。着いたら説明するわね。私自身、教会の時緊張するのよね。そうなんですか？うまく言えるかしら？みたいな感じで緊張しちゃうのよ。冷静。それじゃあこっちに来て。それでは祈りを捧げます。私の言った言葉をそのまんま口にしなさい。わかりました。正しさとは愚かさとはそれが何か懺悔してやる小さな頃から甘えん坊気づいたら大人になっていたツンデレのような思考回路持ち合わせるわけもなくでも遊び足りない何か足りない困っちまうこれは自分のせい当てもなく甘えるだけの人生マジでそうよ最近の話は当然の把握相手の行動もツイッターチェック純情な精神で甘えるよラブ夫婦の当然の権利ですゆうたまー以上で祈りは終わりです。なんか聞いたことがあるようなないような気がしました。そう。最後にお辞儀をして終わりよ。わかりました。あとは私が出た後に霊夢ちゃんも出てきてね。わかりました。何か怪しいところないかな？これはいいですね。怪しげなシュルカーボックス。神様すみません。では、オープンザユータマ。きたー。これで石のつるはしだ。後の時間で作りに行こう。霊夢ちゃん出てきた。ちょっと思うことがあって。とりあえず今から少し教会前で待機しててね。ちょっと業務があって、終わったらすぐ戻ってくるわ。それじゃあまた後でね。あれってなんだろう？他に怪しいところってあるかな？入ってみようかな。トイレやん。地下に繋がってるわけね。出たよひび割れた石レンガ。石のつるはしが早く欲しい。とりあえず収穫はブラックストーンだけかな。祭り副館主張まだかな。霊夢ちゃんお待たせ。食堂に行きましょう。それじゃあまた後でね。しっかり食べてね。今日もお風呂時間長めにとっておくわ。それじゃあおゆっくり。早速石のつるはし作りに行こうと思います。棒に材料あるので取りに行きます。作業台のある位置の部屋に行きましょう。これでひび割れた石レンガが掘れるようになります。やったー。これで今まで行けなかったところに行けるぞ。でもあんまり今は動かない方がいいかな。自由広場近くまで来ました。地味にひび割れた石レンガなんだよね。これって、黒曜石？ってマジかー。ダイヤモンドのツルハシがいるってことじゃん。もっと色々大胆に行動しなきゃダメってことかー。こっちの方に確かひび割れた石レンガの壁。ここの奥にあったような気がするなぁ。あった。制作者です。ここのところは苔むした石レンガになってたことに気づきました。嘘偽りなくご報告いたします。誠に申し訳ございません。以上制作者のゆうとでした。お、はしごがある。上に行ってみようかな。ドキドキ。ここは？怖いけど外出て確認してみようかな。祭り副館市長いないよね。隣の部屋に行ってみようかな。多目的室？ひび割れた石レンガだ。掘ってみよう。って嫌な予感。苔むした石レンガに覆われてる。これはもうどうしようもないですね。ここは戻っておくのが賢明かな。霊夢ちゃん、棒に戻りましょう。あら、元気ないわね。早く戻りましょう。今日はもうゆっくりしたいです。そうしましょう。霊夢ちゃんお疲れ様。何かあったら相談してね。おやすみ。ありがとうございます。おやすみなさい。今日はもう寝ます。お休みいただいてありがとうございました。また今日からほぼ毎日投稿頑張ります。おやすみなさい。